マジック・ザ・ギザリングの大人気多人数戦フォーマット統率者戦やっていきます。イエーイ。このアーティファクトは強いですか？そうでもないあんまり存在感ない。どうも、トモハッピーです。マジックプロプレイヤーの木原敦貴です。ハレルヤカマ娘のケンチンです。ご視聴ありがとうございます。トロピー大塚です。はい、ということで今日はこの4人でやっていくんですけど、はい、今日やっていくのはマジック・ザ・ギザリングの大人気多人数戦フォーマット統率者戦やっていきます。イエーイ。統率者戦ってね、このチャンネルでやるの初めてなんですけど、ちょっと簡単に説明お願いしちゃってもいい？あ、そうです、うん、はい、普通の、まあ、対戦だと2人でやると思うんですよ。今後あと4人ぐらいでやる多人数戦フォーマットで、まあ、最初にですね、まあ、伝説のクリーチャーを統率者っていう、まあ、固定の手札みたいなものですね、選んで、その統率者の色だけでデッキを100枚作ります。まあ、ライフ40点あって、まあ、それで4人戦って最終的に生き残った1人が勝ちっていうゲームになります。めちゃくちゃ説明上手やん。記事も書いてあるんで感動しました、感動しました。僕はよくやってるんで、ハレリアの人で統率者戦の人って言ったらね、やっぱりこのトロピー大塚の手に出る者はいないっていうねありがとうございます人なんでお呼びしました。はい、はい、よろしくお願いします。なんでね、今日突然統率者戦なのっていうと、まあこのチャンネル、トモハッピーチャンネルで多人数戦ってまだやったことないですよね。それの一番人気なのが統率者戦なんで、まあ単純にお見せしてみたいなっていうのと、このね、統率者戦というフォーマット、仲良しのみんなともっと仲良くなるにも最適で、もっと仲良くなるにもいいし、まあ、ちょっと仲悪くなっちゃってたりしても仲直りにするのにも最適みたいなフォーマットなんですよね。ってことで、木原くんとケッチ来てもらったんですけど、その説はすいませんでした突然謝るまあちょっと昔全然もう何もない僕とかトロピー大塚は全然知ってるんですけど、ちょっとね、この木原君とケイチェンは前ちょっとツイッターでのやり取りでちょっとね炎上しちゃったことあって、まあでも全然本人たちこうなんか確執があるとか、こう遺恨があるとか全然なくて、もう2人とも大人なんで、特にケイチンが大人なんでもう全然なんか怒ってるのがないですよね。別に大会で当たってもなんかにこやかにね、うん、マジック楽しんでたりするのもね、終わった後普通に餌のこと決定してましたよね。感想戦したりそうまあ結構前のことなんですけど、いろいろまあ心配おかけしちゃってて、まあ僕ももう大丈夫って聞いてはいるけど、まあ実際ね一緒に遊んでみたいなっていう、それでまあもっと仲良くなるかもしれないしって感じで、今日はみんなでね楽しく統率者戦やっていきたいと思います。お願いします。お願いします。やるぞ。ってことで各自の使っていくデッキと統率者紹介していきたいと思います。はい、僕は、最新の基本セット2020から凶暴な見張りガード、こちらのカード統率者として使用していきます。うん、まあ、単純にマナブーストクリーチャーとかこのハイドラのコストをね4下げる能力を生かして、まあ、とりあえずねハイドラ中心にお化けいっぱい出していくって感じですね。マナクリとこの効果を活用、もう超でかい見たことないハイドラが見れるかもっていうところで、はい、はい、僕は冒涜されたものヤロク使います。僕の髪色とね結構似てるんです形も似てるよね。そう、うん、形と色も似てるこれにしてみました。これはなんかパーマネントが出るごとに誘発するか効果がもう一回誘発するんで、まあ、なんかいろいろチップ系ですかね、まあ、土地でもアーティファクトでも誘発するんで、まあ、いろいろ誘発させまくってアドバンテージ取りたいと思います。頑張ります。私が使用する統率者はソシコッソ初層の言えねえ私が紹介する、私が使用する統率者は初層スリバーです。言えた、イエイ何回も噛んでるめっちゃ噛むやん。なんか私のデッキはスリバーがめちゃくちゃ入ってます。モダンホライゾンでめちゃくちゃスリバーが増えたので、それがたくさん入ってるんじゃないかなっていう感じの でこのスリバーの効果が俗称なんですけど、
それプラスこのあなたが唱えるスリバー呪文が属性を持つのでスリバーがたくさん入ってるからこいつ出た状態でスリバー出してじゃあもう一回スリバーもう一回スリバーっていう風にやれたら楽しいなと思ってます。楽しみ、はい、イエイ。最後から使うのはガナイシムの、フェザーっていうデッキになります。これまあ最初に取るとそのカードがまあエンドステップに返ってくるってことでなんかキャンプエッジとかまあ最初取った時に追加で1枚引くみたいなカードがいっぱい入ってて、まあ、すごいアドバンテージが取れるデッキになってます。ってことでやっていきます。はい、やっていきます。はい、はい、お、トロピーを使う先手。さすがケイチンがじゃあダイス2番目に大きかったからじゃあトロピーケイチンの半時計回りでいこう。はい、じゃあマリガンは、1回だけですね、まあ、何のペナルティもなくマリガンできます。やった、はい、あでその後はロンドン、ロンドンマリガンということで、オッケー、まあ、2回目のマリガンからペナルティやるよというところでそういう感じになってます。さあ燃え上がってこ、燃え上がっていこう。お願いします。お願いします。みんなマリガンしてる。マリガン、え、みんなマリガンしてる。1回はね、フリーなんで。じゃあ俺もでも良さそう、これは。わからないけど良さそう。わかんないいいなぁ。いいかなぁ。じゃあお願いします。はい、お願いします。先手アドローキープです。はい、で、一応行って、切って、まあ、そのまま、はい、中道ゾーンを撃っておしまいです。まあ、そのそれとしまいなんで、はい、でじゃあ、その聖なる中道所ね。はい、じゃあ、打ち切って、打ち置いてんの。じゃあ、僕もドローします。僕も打ち切って、ハッピーにして終わりです。ドロー。もうシンプルに盛り出して、エルフの神秘化出して終わり。やっと顔面にクリーチャーが。ようやく。はい、今までじゃあ思考のツアーじゃない、これデータ条件なくなって、うん、でタクシルと1枚ある。はい、おしまいです。強い強い、引きまくる気じゃん。トランド今のから筋力スリバー。はい、来た。まずは筋力すべてのスリバーがプライチプライチ修正。すごいね、すべてのスリバー。アイテムこいつもアイテムだ。あいつもアイテム、これでエンドです。で、お願いします。で、はい、重曹のシャーマン出して終わります。オッケー。ここはタップすると手札のクリーチャーを捨てて、デッキからクリーチャーカードを1枚好きなの選んで手札に変えられます。はい、じゃあここは盛り置いて、はい、硬化したロコ。はい、ってことでジョエルフの神秘化で殴りにくい、ケイチン、キハラ君はいいにクリーチャーがいるからトロピー、アタック、終わり。はい、これが最後のアタックになるかもしれない。どんなことまあじゃあ、手で荒らします。ついに動作しちゃう。はい、まあ、おしまい。でもね、1回やられて2回目出すときは無職にマナー追加してからもね、そうそう、1回につきね、うん、だからその時にあれも役立つもん。このアーティファクトは強いですか？すごいマイス。あんまり存在感ない。ただ大したことただ、誰かが割ってくれたら俺は嬉しい。キャラ君はどう？割れなそうですね。え、刺されたら割れるんだったら、どっちも割れるなら、どっちが割った方がいい。このカードは強いです。まあ、俺のだけど、こっちの方がヤバいパーマネントだと思う。そうなんだ。自分で言っちゃう。じゃあ、食品食会、はい、調和すりは出た時にアンティファクとかエンチャント俺は強い、できます。割りまくりです。はい、これ今後ずっと割れていく。どんどん割れていく。コンバットコモハッピーかな。はい、はい、2点。ダメージハッピー。ハッピーならどんどん受けてもらいましょう。そうで、エンドです。はい、で、お願いします。ちょっと血を置いてローベッチャーにいきます。はい、じゃあトリスさん相手にいっぱいしゃべらないと。お、すげえ。グローバスに置いて、はい、します。はい、まあ、ガンスターさせみたいな。うん、で、土地カードで何を受けました。はい、強い強い、タップじゃなくていい。で、資料です。はい、ランタップ、ドロー。めっちゃ静かな時。自分の声だけ考えるから考えるから。めっちゃ喋ってたな、さっきまですごい喋ってたのに。ドクロヘビ、自分と選んだ誰かが墓地からカード回収できるっていうのが、はい、おぉ、フェチか。別しかないっす。だからね、誰に選ばせるのも嫌だね。もうケイ
あ、でも5色揃うの結構大変そうじゃないですか。5色揃われるとこまで確かに確かにどっちでいいか、赤白だったらマナソンの生かさないから勝った交渉に勝った。それずるいな。ずるいな。いやでもさ、あの土地あげたからね、後で覚えておいてよ。ちゃんとありがとうございます。そうです。おー、忘れず。赤マナが僕の赤の呪文が一番赤くなります。では一番ね、土の一撃最初にあたります。これでいいの？これで、で、強されます。で、まあ、3点与えられたんで。そっかそっか、取られたくないかな。笑われたくないですね。じゃあ、キャラさんにアタックします。はい、お願いします。速感の中央で、コマンダーは別に、ライフ速感に別のダメージがあって、統率するダメージって言うんですけど、はい、21点以上食らってしまうと死ぬ、はいはい、で、あと6回食らうと死ぬ。はい、はい、はい、なんで、ライフとは別に、はい、ライフとは別に、ちょっと高くて、まあ、白にしてワンドローするっていうので、ワンドローします。はい、はい、じゃあ、エンドステップ入ります。これ入っていきます。はい、ずるい、やばい、ずるい、ずるい。おしまいです。早くこいつ、なんとかしよう。ハンタップやっつけて、誰か。そう、3マナでトークスリー。はい、マナ止まった。もしかして、お、あった。うれしそう、うれしそう。エンドランあります。まあでもエンドかな。じゃあエンドに重装の3は効果使って、はい、狙いすましの効果開始してます。はい、じゃあ誘惑マナ、やばい、めっちゃ時間かかると思う。でもね、ケイチンのやつがね、本腰になったらもうここら辺、確かに5マナ揃った、あと1枚なんで。キャラくんのはマジキャラくんみたいなできたな。コントロールみたいな。じゃあターンもらいます。はい、うん、じゃあ4マナで息持ってきた誘惑巻きをお願いします。はい、誘惑巻きの効果で決まってるやん、これ。じゃあフェザーフェザーやばいもんな、これ。はい、大丈夫です。さっき使った土の一撃を使います。はい、ただここに3点ダメージで、待って待って、はい、はい、視野の抵抗で誘惑巻きを守ります。え、守られた。マジか。ありがとうございます。あのフェザーは黙ってよ、俺。あ、わかりました。じゃあ、まあ、最初取られたんで、これ取るやつ、はい、で、フェザーが、はい、キャラさんの方に、はい、やったー。やばっ。そんなことしなくてもいいです。さすがにまずい。色がね。で、ガイア溶乱の地を設定して、お兄ちゃんの数分、緑マナがあります。で、これで今4マナ出ました。はい、で、出産の殻、おー強い、おー強い、5マナを自分のライフ2点で払います。はい、で、1マナ緑に出ます。え、ちょっとフェザーを桜れてしまう。まあ、でも持ってた方がいいから、はい、と、木の緑1マナと、もう1回5マナ使って、トグロマキの1個で捧げて、出産の、じゃあ、それしね、はい、礎石の魔導士が場に出て、はい、で、さらにこのカードが場に出たときに、自分のライブラリーからマナコスト1以下のアーティファクトカード1枚を公開して裏に行く。すごい。アド中じゃん。シェアンの占い号っていうのを加えて、はいはい、じゃあ、重装のシャーマンで、トロピさんをお願いします。まったく最初か、はい、で、エンドです。じゃあ、エンドにこれ書いてみます。はい、はい、呪文だとあれ、そう、ベンセールの西、これドッキリじゃないの、これ俺のデッキに入ってるカードかな、違うデッキのカードで、自分の手札の上限なくなる、このマナーアーティファクトと一緒だよね。で、自分のアップキープの開始時に手札のカード1枚付き1点のライフを得る、まあ緑だけど回復し続けれますっていう感じの、はい、終わりです。はい、手札3枚しかないよ、上限はなくなってる。じゃあ紹介させていきます。はい、はい、入ってるな。はい、強い、やべぇ、強力ビューイーソプロテクション緑ってビューイーソやばやばい。じゃあ、またフェチキッとします。ダイナマイ、これの効果でタップして、捨ててワンドローします。で、ワンドロー、さあ、5マナ揃ってしまう、やばい、ついに、いやそんなこともない。いや、一応あと青が、青がね、じゃあ最初のフェッチなんだよ。赤、白、黒、緑、大丈夫、青がない、最初のフェッチでね、ちょっとね、あ、ルーターすれば持ってくれます。確かに、ルーターからはい、じゃあで、ドロ、いやー、ダメか。ドロ、
あ、おぉすごい2点2点、はい、6色揃った、ついにで、属性、はい、こいつまずこいつの属性はい、はい、あ、4マナだからいけんじゃん、はい、はい、出た打ち消されない。打ち消されない。スリバーも打ち消されない。はい、じゃあ、属性。そこね、こいつがまだ場に出てない時に属性起きてるから、一発目のこいつからは連鎖しない。あ、なるほど。これで終わり。これで終わり。あ、そっか。こいつがまだスタック上で、これが先に出るから。そうですね。なるほど。属性なんで。じゃあ、これでエンド。はい。じゃあ、お願いします。と、このガイア4番の地で4マナー2発出して、青と黒。じゃあ、ヤロック、お願いします。これで出た時の効果が生きているパラハモニコンのこと。そうです、クリーチャーだけじゃないですか。パーマネントがやば、1マナ浮いてるのと出産のカラーファイマナーを使って、じゃあ蘇生機能バージョンして誘惑巻き強いね。強いです。ついに俺だけ統率者出てないっていう統率者は俺だけプレイしたい。ガラゴス重いからしょうがない。出たらでも負けた。出たら強い。人質取り。うわあ強い。出産だからから出して人パクリ続ける。やば。とヤロックがいるので二人パクれる。二つパクれます。やば。やばい。サイバーとエルフの神父か。ええー。マナーを縛りに。いやあ、コントロールしていく。コントロールしていく。みんなからしたら俺もまだ一応脅威はあるかもしれない。はい、オッケー。しかも出せるしね、この神父かね。どうしてきたの。すぐ出せたよ。じゃあ1マナでエルフの神秘化をお願いします。うわ、取った。取ったエルフの神秘化を戦闘入って、これはデッキ混ざりやすいね。要注意だ。やばい。とフェザーと誘惑巻きでトモハッピーさん、じゃあお願いします。2体で、え、ちゃんとトモハッピーって呼んでくれてるやん。そこありがとう。そこじゃあありがたくライフ5点食らうね。5点に統率ダメージ入ります。はい、受けるとターン終了です。あ、俺これ大好き、動物の可愛いヤビマヤのウロアナ。ウロアナあんた、アップキープ3点手札3枚あるから3点回復します。ドローします。まあ、再生誠意の塔、どんだけ手札の上限なくしたいの。重複してる効果、重複してる誠意の塔、誠意の効果だから引けると引けるだろうね、溝頼む。もういいや、何もプレイしないのも尺だし、硬化した鱗からの生命線のハイドラ X1かわいい。じゃあ代わりに1個多く出てくる。で、プライチカウンター1個増えた状態で出てくるから、2個置かれて出てきて、トランプルと死亡した時このパワー分の回復とドローします。はい、終わりです。はい、1個出しました。フェザー取られて、ここできました。何もできない。やばい。フェザーオールインデッキ誘惑巻きが強かった。すごい邪魔されてる。いや、普通出します。はい、はい、で、装備して、はい、実は全員殴れる。プロテクション緑。じゃあ、ここは、キャラさん立ちましょう。お、満面、満面リードしてる、キャラクも。で、そっか、キャラクを倒せばこれ帰ってくんだ。倒せ。帰ってくる。で、剣の能力は私のも帰ってる。さあ、アンタップして、で、ディスカード守護者計画につけます。はい、はい、で、おしまいです。はい、アンタップ、キープのドロー、ショックイン。お、僕もショックイン、カード3、緑3、右足。お、え、懐かしい、なんか全員呪文、誘惑巻き出される前に出しとけばな。先にこれ出せばよかった。で、おしまい。いいかな、殴れる場所あら、さっき4つかあります。あります。でもなんか私たち協力して木原さんを倒さなきゃいけない立場なんですよね。そうっすね。1体ぐらいは攻撃できそう。あ、でもこれシャーボンでパリンクロ持ってくる。いや、なんか、まあ、僕は持ってきそうですが、おしまい。じゃあ、自分中創者なので出会い技を捨てます。する体からやった創造者で色強いよ。3人で木原叩きしよう。いや、これだっていじめないでくださいよ。トモハッピーがこれ出してたら創造者2つ奪われてたかもしれない。パリンクロン、おー、やばいやばい。村に入ります。パリンクロンか。で、ターンもらいます。はい、で、次は、で、1、2、3、4、5、6体、で、6マナ出て、1マナ、1マナでパリンクロ回避します。
無限黒出た時に7つまでタップするんで、はい、これ4マナで今5マナ浮きですかね、はい、5マナ浮いてる状態で1セット5マナ浮いていく、7枚です、7枚で、あ、そっか、違うか、こう浮いてる状態でさらにもう一回誘発するんで、もう一回7枚そうですね、もう一回誘発してるスタッフで6マナとマイナス4マナだから7マナ出るんで14の6で20マナ、はい、出てる状態でアンタップして、でこれ出しと20マナある時に、はい、パリンクロンで4マナで戻し て, 戻してパリンクロンをプレイして、はい、マナ出してっていうのを繰り返して、はい、マナが無限マナ、この3色のマナが無限に出る、無限マナ無限再生シジュースのシャーマンでやばい、もう終わったじゃん。ハイドラ、ハイドラ、バリスタ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  GG、ウォーキングバリスタ、やばい、突然、突然のカウンターされなければいけるか。もちろん。じゃあ X1 番でプレイします。じゃあ僕インスタントで対応してテフェリーの防御をします。次のターンまでライフが変化しません。え、ってことはで、僕の、パーマネントが全部フェイズアウトします。あ、ってことはいなくなります。次のターンまで、次のターンまでだもんね。2位に、2位になるってことか、2位になるってことかな。そうだ、自分、僕バーリアってことだよね。そう、僕バーリア、バーリア、自分もバーリアだし、パーマネントも全部消えてバーリアってこと、はい、面白いターン入ってる。バーリアやば、バーリア、はい、じゃあ100万と乗ってるのが、はい、で、キハラくんが、ここはあれだよね、俺とケンチンどっちから倒すか見物だよね。確かに、あるいは倒さない、誰も倒さないっていうパターンもあるかもしれない。確かに、どれが取れたかあるのかなって、そう、どれが取ったか、僕もバリアしてるんで、わかんないです。確かに、彼は狙えない、彼狙えない。とりあえず1万個乗ってますと、そう、1万個乗ってますと、はい、わかりました。わかりました。じゃあ、2人ともに36点と33点分。いや、これ1回ずつの能力なんで、じゃあ2人ともに、じゃあ35点と32点2人ともにやってた結果、2人ともにやってた結果、最終的に1と1になるわけ。どっちを、これどっちから、1と1になって、じゃあ俺を倒して、エンドする、エンドします、エンドする、もう1回いける、優しさ、もう1回いける、もう1回優しさ、オッケー、やったやった。でもこれでこそコマンダー、これでこそキハラ好きだぜ。やった、ついの主導権キハラさんに逃げられてるから、アクティブリンセールの西1点回復します。お、1点回復した、3位に浮上。やばい、あ、トロピーもう大丈夫、いやいや、僕の次だ、あ、自分の、ロロトロピーから死ぬかもしれない、初めてプレイするだろう。逆にそう思ってたのだが、ハイドラでライフ1点のケージのアタックダブル、はい、じゃあ一方的にやられて2枚引きたいです。引きたかったんだ、俺の狙いは。なるほど、なるほど、君に危害を加える気はなかったんだ。ドロー、2点回復ですか、2点回復、よし、回復しました、やった、大同点のやつあるからのコマンダーは一応。これが切断、これどうすんだろうな、切断、クロサングリップないと、確かに緑なら入っててもおかしくない、甘かったか、甘かったかもしれない、甘かったね。これは厳しいな。もう余計なことしないで終わり。はい、じゃあ僕のターン。はい、入ってきた。石かじ？まさか石かじ。石かじが誘発。これフェイズアウト。あ、そうですね。しないです。あ、バニテロ。じゃあこれで3人100万点。100万点いったの。ショットラウンドはどうなの？1万点いきます。1万点。そこまでして僕。よっしゃ。やったー。よっしゃ。わあ。ビリ回避。ごめんよりビリ回避。そしてフェザー、フェザーが帰ってきた。フェザー帰ってきた、あ、よかった、帰ってきた、よかった、死んでるけどって。俺何もしないだけでターンは終わるんですね。あ、あ、だから俺のエンドに何かしたかったね、あ、あ、じゃあエンドに、はい、エンドに、はい、あ、おお、で、それ勉強になる、なんかねかなーで、ね、ステージゲームなんでね、よく気づいたね。それでバリアがバリアになった。面白かった。トマピーさんに4点。青塚くんのエンドに。はい、そうっす。その時、4コースト。10台の落下でクリーチャーを生贄に捧げてワンドローしたい。はい。ドロー。そしてタフレス分。そして。できることはない。負けました。3位。あー。ってことで、じゃあ、あとは木原くんとケンジの一騎打ちかな。
じゃあエンドに1点飛ばします。何もできない。はい、やったー、キャラさん勝利ということで、ということでね、はい、結果は木原くん優勝。そして、準優勝はケチン、おめでとう。はい、準優勝とね、かなり差は少なかったんだけど、3位、僕、4位、トロピーってことだよね。はい、楽しくやってきました。はい、統率者戦、たまにしかやんないけど、やっぱね、やるとすごい楽しいんだよ。楽しいですね。楽しい、やっぱり盛り上がった。盛り上がりが高い。統率者ってさ、はい、結構普段はやる？いや、僕はあんまりやらないですけど、競技シーンで、うん、マジックやってるんで。そうだよね、競技の種目ではないもんね。そうです。パーティーゲーム感があってね。それも実家帰った時とか、たまに友達とやったり、新潟でね。まあ、聞いてるから、楽しいっすね、統率者戦。いいよね。はい、感じで楽しくやってきました、はい、僕らもまたやってみたいと思うんですけど、皆さんもぜひよかったら統率者やってみてください、はい、この動画が面白かったって方はぜひチャンネル登録、通知をグッドボタンなどよろしくお願いします。お願いします、はい、あとね、はい、木原プロの応援とかケチンチャンネルもハレリアチャンネルもよろしくお願いします。お願いします。今日は僕トマピーと木原敦貴とケチンと、はい、トロピーお疲れお送りしました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。